2001年に誕生した日本科学未来館。科学技術を文化と捉え、未来を考えるための場所として誕生しました。未来館の始まりは1995年に科学技術基本法っていうのができてですね、科学技術創造立国っていう方向性を見定めて、まさに科学技術に莫大な投資をしていこうっていう流れが生まれた年ですね。で、そこでこのままでただお金を消費するだけでいいのかっていうのは JST の中にも私にもあって、やっぱりそれを国民に還元するような、あるいは国民と対話するような機能がどうしても必要になるだろうっていう流れがあって、その中で未来館っていう施設を作って、そういう活動を始めたいっていうのが元々のコンセプトだったんですね。実は未来館始まる前から森さんが館長をお引き受けになるかどうかっていうことをお考えの時に相談にいらっしゃるんです。で、そういうことをやりたいんだけれど、どんなふうに考えたらいいだろうっていうようなことをご相談にいらっしゃるね。名前からして科学で未来ってついてますから、今ある科学をただただ宣伝するんじゃなくてね、なんか自分たちで考えていく場所にしていただくといいなっていうふうに思って、今まで科学と未来っていうのはなかなか相入れなくって、未来というと SF になってしまうんですね。で、未来館という言葉はなかなか科学に馴染まなかったんですけど、今や未来も科学で扱えるようになった。もうスーパーコンピューター、たくさんのビッグデータを扱えると同時に AI を使ってさまざまな人間の行動様式まで未来に向けて分かるようになった。まあコロナの大変な今世界中に影響を与えてますけども、そういう類のゲノム解析から来る微生物の理解の仕方、ウイルスとの関係もすごく分かるようになった。未来も科学技術に入るようになって、今ようやく皆さん気づいたんだと思いますね。20年の歴史の中で様々な挑戦と苦難を乗り越えてきた日本科学未来館ですが、2009年には存続が危ぶまれたこともありました。まあ、事業仕分けということは聞いたことあると思うんですけど、本当に未来館というのが必要だということを多くの人たちに理解してもらうのはそう簡単ではなかったんですね。触媒という言い方をよくしてましたけど、中心にいてあっちからこっちへこうスイッチをしていくような、そういう役割を担っていくものになりたいっていう思考があって、まあ、運動体とも言ってましたけど、そういう役割をこう担いながらムーブメントを大きくしていきたいっていう、まあ、そういうものだっていうのが裏でこう脈々と流れてたんですけど、先端ということはね、多くの人を理解してもらえない。当時インタープリターという、あるいは今科学コミュニケーターと言いますけれども、伝えることができる専門家も一緒に人材育成をしようということも画期的だったと思いますね。館長の毛利守は常に失敗を恐れるなとスタッフたちを励まし、彼らの挑戦を見守り続けてきました。一つは働きがいがあるかどうか、でもう一つはそれを楽しんでるかどうか、で能力に挑戦してるかどうか、すごく新しいものが生み出されたっていうのはね、それぞれの人が楽しんで作ろうと思ってくれたからかなと思います。国の組織ということでね、新しいことをするというのは今までの例がないということで難しいことが多いですね。でもそういうのを一旦乗り越えると、それが他の同じような施設にも波及するのでね、そういう環境を作るのは未来館だけではできないので、そういうところもよく認知してもらえるようにさらに強化しなきゃいけないかなと思っていますね。